閉鎖が取り沙汰されている札幌の納骨堂、今日訪れてみると、当初は早く遺骨を引き取った方が良いと話していた納骨堂ですが、一転、今日は入り口のドアが施錠されていて中に入ることができません。檀家の皆さん、遺骨を引き取ることができない状況に陥っています。札幌市東区の納骨堂御霊堂元町は、経営不振により別の葬儀会社から借りていた2億7400万円を返済することができず、土地と建物が競売にかけられ、来月21日に引き渡しの強制執行が行われます。納骨堂を利用している檀家によりますと、昨日から建物の中に入ることができない状態が続いています。また札幌市の担当者も、納骨堂を運営する白鳳寺の代表と現在連絡がつかなくなっているということです。宗教法人の対応に檀家からは怒りの声が上がっています。信じられないですよね。だから誠意があるんであれば、何らかの連絡書面でいいですか、短くていいですから、今こういう状態ですということを知らせてほしいですよね。今日代表のところに電話したりとか、自宅に電話したりとかもしたんですけど、出なかったですね。怒りはありますよね、正直まだ納骨なんかって1年も経ってないので、逃げも隠れもしませんって言いながら逃げも隠れもしてますよね。中にまだありますので、このままだと強制執行の時まで開かないとなると、持ち出しもできないですし、すごく困るんですよね。来月13日には説明会が開かれる予定で、檀家は納得のいく説明を求めています。